こんにちは、ライムです。はい、ということで今回はついに始まりましたハーフアニバーサリーイベント、そして魔王流祭だね、初開催ということになりますが、魔王流祭、まあ今後も継続的にね、なんかのタイミング、節目のタイミングでまあやっていくんでしょうが、やばいね。今回シークレットキャラだった今日の当日までね伏せられていたキャラが、まあなんと、まあクロエというかクロノアというかがね、来たというところで、まあ、この辺の性能も見てね、仮面の勇者ということですが、この仮面の勇者も含めた、まあ、全てのキャラの全性能がついに公開されたので、このガチャ引くべきかどうか性能解説していきたいなと思います。はい、まあ早速ですが見ていきましょう。ちょっと3体なので、まあ、いつもより若干長くなりそうなので、まあ、さっさといきたいと思います。まず戦闘キャラクター、今回シークレットキャラですね、時の旅、仮面の勇者ということで、これがまあ一応星5の状態で、まあこんな感じの見た目になってるんですけど、必殺技を使って、奥義を使ったりとか、まああるいは、もう貫突した状態になると、どうやら仮面が外れるみたいだね。うん。なんで普通にクロエの顔とか、まあクロエというかクロノアの顔を見たい方は、ぜひね、貫突してみてほしいなと思います。結構敷居高いけどね。はい。で、基本ステータスとしては、まあ、攻撃成長型だね。これは、まあ、運営さんもさすがに分かってらっしゃる。さすがに、このハーフアニバーサリーっていうね、すごい大事な局面で、まさか防御型は出してこなかったね。攻撃成長型ということになってます。なので、まあ、もちろんメインアタッカーとして使ってもいいし、まあ、あるいは、支援キャラだね。として使った場合でも、まあ、攻撃力が上げられて、まあ、どんな場面においても非常に、まあ、高いステータスを確保しやすくなるということで、まあ、ステータスはかなり優秀ですね。それから、まあ、ここからが重要というか、すごいね、今回ね、このキャラの仮面の勇者の性能が。まず奥義はね、まあ、敵全体に通常ダメージの 290% の空属性物理攻撃ということで、全体攻撃なんだよね。まあこれはしょうがないかなとはいう気はするんですけど、全体攻撃って結構空属性、まあすでにね、もう実装されているので、必ずしもこの仮面の勇者でやる必要がないっていうところもあったりするし、ちょっと微妙かなと。まあ具体的に唯一っていうわけじゃないけど、使えるとしてはね、明確な使い道としてはやっぱ武勇祭のノーマルとかで敵が複数体出る場面において、この全体攻撃で一気にまあフィニッシュを決めるみたいな、そんな感じの立ち回りの時にまあ使うかなというところ。まああるいは基本的には正当戦だったり、それから武勇祭もね、敵単体の場面が多かったりするので、まあ今回のね5月の武勇祭がどんな形になるか分かりませんけど、まあちょっと活躍はね、単体奥義と比べるとまあ少ないのかなというところがちょっと残念なところです。はい。で、それから戦闘スキルについてなんですけど、これがすごすぎるんだよね。これがやばすぎて。今までなかったし、今のところもう代用不可能でしょう。基本。クロエというか仮面の勇者以外多分この性能を実装することないんじゃないかなと思うんですけど、内容が、まあ、消費ポイント40、これがまあ、スキルレベル7になると30になるってことだね。それからこのターンを消費せずにもう一度行動することができる。すべての魔装甲のカゴゲージ増加量を一ターン 10% アップ。で、こちらがバトル中1回のみの発動ということになるんで、これ本当戦局を見極めて、一番有効なタイミング。このタイミングだって時に使ってあげないと、まあ意味はないと思うんですけど、そういった場面でこれ使ってあげると、なんと、実質2ターン連続行動ができるようになるっていうことなんだよね。これがエグすぎて、ちょっとやれることが増えすぎるんだよね。例えば、まあ、武勇祭においてもですね、まあ、ターンボーナスがあるわけじゃないですか。で、まあ、ターンボーナスっていうのは本当に短ければ短くほど、まあ、スコアがね、単純に加算されていくので、その決められたターン数で倒すってことが非常に重要だったんだよね。まあ、この間の武勇祭にしてもね、3ターンクリアだったり、まあ、ノーマルバトルは基本3ターンクリアだったりするし、ボスバトルについても、なるべく早く倒すっていうところが、やっぱりね、理想だったりするので、そういった中で、3ターンで倒さなきゃいけないところを、実質4ターンにできてしまうっていうところ、この1ターンの差って相当でかいからね、ゲージ、ためだったりとか、奥義がギリギリたまらなかったりとかでやり直しとかね、そういったことも全然あるだろうし、一旦余分に稼げるだけで今までできなかったことができたりする。
まあ、あるいはダメージ、単純にダメージもね、その一旦分稼げるっていうところも出てくるし、めちゃくちゃ強い。で、さらに、これ、ターンを消費せずにもう一度行動するっていう感じになっているので、もちろんこれ、バフが継続します。実際に使ってみても、これを実際に最初に打って、最初に打ってじゃないな。打つ前か。まあ、どっちでもいいけど、まあ、バフを打って、まあ、これ打つと、その一ターン、バフを乗った状態で攻撃して、で、そのターンの終わりに、時間が引き戻されて、またバフが乗った状態で戦えるみたいな、そんな感じになるんだよね。一応、挙動としては。なので、まあ、実質バフが2ターン持続してくれるみたいな、そんな感じになってます。で、まあ、その最初の一ターンでまたスキルポイントを貯めることができれば、また別のスキルも打てるし、みたいな。めちゃくちゃなんだよね。えぐいですね。まあ一応これだからスキルポイント増加量アップじゃなくて加護ゲージの増加量を一旦アップっていうところになっているんですけど、まあこれまた強いよね。要はまた加護その実質2ターン目の時にまあ加護スキル発動とかっていうことも全然できたりするしっていうところで、まあぶっ壊れですよ本当に。現状のキャラじゃ他のキャラじゃ絶対代用できないんだからっていう意味で言うとマジでぶっ壊れだよね。ほら、例えば今回でいうところのその回心率アップ。このスキルにね、味方全体の回心率一旦 80% アップ。それから敵全体の回心率一旦 30% ダウンっていうスキルを持っているんですけど、回心率 100% アップだったら、1月の非属性のミニムね、でもできたりするんですよ。なので、必ずしもこのキャラでやる必要はなかったりするんで、まあ、要は代用キャラが他にもいるよ、みたいな。そんな感じになるんだけど、このスキル1に関しては、絶対できないから、現状唯一無二になっちゃってるので、それを考えるともう、ね、これを持ってるのと持ってないとじゃ、もう本当に運命の差になってくると思うんで、今後のね、高難度とか、武勇祭に関してもね、それぐらい変わってくると思うんで、もう、このスキル1だけでもう引くべきキャラみたいな、そんなレベルだよね。で、さらに、まあ、さっき言った通り、このスキル2ね、回心率アップと回心耐性デバフ両方くっついてるっていうね、これがミリムの非属性ミリムの性能を超えちゃってるんですよね。その非属性ミリムについてはもちろん利点としてね、回心耐性アップを封印するっていう能力、回心耐性封印のちょっとわかりにくいけど、そういう能力がくっついてたんだよね。プラス回心率 100% アップっていうことで、どんな場面においても必ず回心率アップできるよみたいな、まあ、状態になってできるんですけど、あんまり回心率上昇封印を使ってくるキャラがそもそもいないんだよね。ほとんどいないので、使う場面が全然ないというところの状況においては、単純にこっちのスキルの方が上位互換になっちゃうんだよね。今までだったら回心耐性デバフだったら、まあホビーを使うとかね、そういったことをやって、まあ余計にスキルポイントを消費していたわけですが、85か、55たす30で、まあ85だよね、使ってたんだけど、今回もうスキル1個でそれができてしまうと、55で。なので、もう本当に今までのこの、まあ仮面の勇者がいるだけで今までと全然違った立ち回りができてしまうっていうところで、もう必須中の必須クラスだよね。本当に、なんだろうな、武勇祭のランキング上位に残りたい方とかっていう方は間違いなく引いた方がいいんじゃないかなとは思いますね、この時点で。まとめは最後にやりますけど。はい。あと、キャラクター特性。戦闘キャラ3体編成し出撃した場合、3ターン経過ごとに加護ゲージを4アップ。さらに、3突した状態で6アップということになっておりますが、こちら開幕じゃなくてね、3ターン経過したタイミングで上がってくれるんで、まあ、ちょっと開幕よりもやや使いにくい感じはあるんだけど、まあ、ターン数、継続ターン数が長ければ長いほど恩恵を受けるという効果で、まあ本当になんだろうな、ちょっと魔装痕6コンボ以上で攻撃した時に、まあステータスがアップする系よりは全然使いやすいと思うんですよ。うん、なので、まあ全然損じゃないというか、割と優秀な方の特性だと思うんで、まあこれ持ってて損はないでしょう。単純に加護スキルが打ちやすくなるということなのでね。ギリギリ加護ゲージ足らないみたいな場面もあったりするからね、実際ね。なんで、まあこれはあって全然いいと思います。はい。それから、次だね。次も戦闘キャラということで、またミリムなんでね、空属性ミリム。ミリムマジ多いな、このゲーム。はい。で、こちらも、ステータス的には攻撃成長型になってて、こっちは魔法攻撃タイプだね。はい。先ほどの仮面の勇士が物理攻撃タイプだったんで、一応この辺で一応差別化はできてるかなという感じはします。それからスキル。
こちらも仮面の勇者と、一応差別化というところになっていて、こっちは敵単体の通常ダメージ 470% の空属性魔法攻撃ということになっているんで、こちら魔法攻撃の単体なんで、まあまだ全然そのなんだろうな、仮面の勇者と使いどころが変わってくるので、まあ単純にどっちが強いっていうわけじゃないね、使い分けっていう感じになると思うので、先ほど言った通りね、全体攻撃だったらノーマルバトルみたいな、で単体奥義だったらもちろん武勇祭だったり正当戦だったりどこであって使える結構汎用性が高いということになってくるんで、まあこれこれで全然ありだと思いますね。はい、あと敵の体制によってはもちろんどっちが有効かっていうのは当然変わってくるところなんでね、その辺も含めてというところですが、まあ単体奥義で優秀です。そしてスキル1、味方全体の空属性攻撃力一旦 40% アップ、これマックスだと 50% アップだっていうことだね。はい、でこれはまあこの前のね生放送の時の解説動画でも言ったんですけど、まあレオンと一緒だよね。レオンが光属性攻撃力の、まあ、攻撃力アップさせるということになっているんで、まあそれの空版っていうことだね。まあ癖がなくて結構使いやすいとは思いますね。奥義にも乗るし、もちろん通常の魔装痕消しても通常攻撃にももちろん乗っかってくる。ただ空属性っていう固定になってしまっているので、まあその辺は注意だね。味方のパーティーを空属性で固めていないとちょっと恩恵がね、まあ低くなってしまうということなので、皆さんの手持ちによってもちょっと使い勝手は若干変わってくるところかなとは思うんですけど、ただ最低限このミリムリさえね、このバフがかかっていればまあフィニッシャーなのでね、特に問題ないかなとは思うんですが、あとスキルポイント、あ、スキル2ね、スキル2は消費ポイント25、これレベル7にすると15になる感じだね。そして自身を一旦 100% の確率で隆起状態にする、自身の攻撃力を一旦 10% アップ、これが一応レベルマックスにすると攻撃力 20% アップ。でまあこの生放送の時点であまりよく分かってなかったこの隆起状態の割合どれぐらい上がるのっていう話なんで、増加量に関しては 20% だね、これ隆起状態なので、ミリムが自分にかかるバフに対して 20% 増加させるっていう能力、これが隆起状態ってことだね。なので下に自身の攻撃力一旦 20% がそもそもこのスキルに一緒にくっついているので 20% かけ、まあ、1.2 倍ということで実質、まあ、24% 攻撃力アップさせるよみたいなスキルになってます。まあもちろんこのスキル1とも重なるので、スキル1の空属性攻撃力一旦 50% を併用した場合だと 60% アップになるね。空属性攻撃力 60% アップ、攻撃力 24% の状態で、まあ、敵を殴ることができると。まあ、もちろん奥義バフにも乗っかってくるしね、ミリム自身の奥義の奥義ゲージが溜まってればね、もちろん奥義にも乗っかってくる。でまあもちろんね、普通の他のバフ、まあ何でもいいです、会心率アップでもいいけど、そういったバフにも当然乗っかってくるんで、まあ、相乗効果でどんどん強くなっていくよっていうタイプですね。いやーこれぶっ壊れだよね、今現状の。なんだろうな、単体火力、単純な単体火力でいうと光属性のガゼルがトップだったんですけど、今回のこのミリムが出たことによってもこれ完全にミリムがトップに躍り出たんじゃないかなっていう感じはしますよね。うん、まあもちろん皆さん手持ちにも寄ってくると思うし、ガゼルだったら他のキャラでね、もちろんまあレオンのね光属性のバフだったり、返し、あ、まあいろいろなバフ、奥義バフだったり、そういったものも必要になってくるけど、まあどっちにしてもミリムもね、自分一人だと回心率アップとかできないし、あと奥義バフもできないんで、そういったキャラをまあ含めて持っている方であれば、まあどちらかだよね、欠けていたら当然どっちかが弱くなるっていうことになるんですけど、すべて揃ってる状態、キャラがね、そしてすべて貫突している状態であれば、おそらくミリムの方がまあ強いのかなっていう感じはしますので、まあこれ引いて損はないよね。で一応ただとはいえガゼルがあれ物理攻撃なんだよね。物理攻撃タイプで、こっちが魔法攻撃タイプなので、そういった意味でも使い分けができるので、ガゼル持ってるからいらないやっていうわけじゃなくて、つまりガゼルとこのミリムの使い分けができるっていうことなんだよね。で、単純に、まあ、敵のタイプって基本魔法攻撃とね、物理の 20% ぐらい耐性が変わったりするんで、やっぱそこでやっぱり使い分け、魔法弱点だったら素直にミリム使って、物理弱点だったらガゼル使おうみたいな、そんな感じになってくると思うんで、すでにガゼル揃っちゃってる、まあ他のバッファーとかも含めてね、全て揃ってる方であっても、まあ、このミリムは相当強いキャラになってるんじゃないかなとは思います。はい、あとキャラクター特性、これもやばいんだよね。もうこれなんていうの、このミリムを最悪アタッカーとして使わなくても、このキャラクター特性だけで使えちゃうっていうところも
えげつないよね、これ。戦闘キャラ3体編成し出撃した場合、バトル開始時のスキルポイント6アップ。これがまあすでに12月のルミナスだね。12月の風属性のルミナス。ちょっとラミネスとルミナス言い間違えちゃうんだよ。ルミナスね。ルミナスと、あとスキルポイント、ソウエイか。あの、工場キャラのね、水属性のソウエイがスキルポイントアップ持ってて、で、これで3体目になるのかな？開幕スキルポイントアップに関しては。なので、そのうちの2体持っている場合ね、あの、開幕のスキルポイントを40にすることができるので、25のスキルと15のスキルを同時に使えちゃうんですよ、開幕から。っていう運用ができるので、2体以上持ってない方の場合だと、もうこれ優先的に狙ってった方がいいと思う。全然立ち回り変わってくるから。開幕でスキル1つしか使えないと2つ使えちゃうのとだとね、比べると全然変わってくるところでもあるんで、そこら辺も考えて狙っていくといいと思います。はい、それからまあ最後のキャラで、今回こちらのベルドラだね、カゴベルドラということになりますが、まずステータス的には攻撃力の方がね高い状態になってるので、まあ非常にいいんじゃないかなとは思います。やっぱ考えてるね、ハーフアニバーサリー、さすがハーフアニバーサリーだぜ。あとカゴの導き、バトル開始時、味方全体の空属性攻撃力 16%、闇属性攻撃力 8% アップ。ただ、まあ闇属性も一応くっついてるんだけど、こっちは本当おまけレベルだよね。というのも、このカゴスキルがですね、空属性の攻撃力をバトル終了まで、まあこれマックスだと 10% アップ。で、さらにこれ無限加算なんだよね。使えば使うたびに、あの空属性攻撃力が上がってくっていうえげつないやつ。でさらにすべてのマソコンのスキルポイント増加量、バトル終了まで 50% アップ、最大 250%、 スキルコスト上限をバトル終了まで 40% アップという内容になっているんで、まあ空属性攻撃バフがくっついてるからね、これだと闇属性編成してもこれは恩恵受けられないんだよね。まあさっきのそのミリムのね、バフも含めても闇属性であえて使う理由がほとんどないので、まあ本当おまけ程度、本当にだから空属性専用みたいな、まあ、キャラになってくるんじゃないかなとは思います。で、逆に空属性以外で、まあ、似たような、そのカゴスキル使いたいのであれば、カリブリスっていうことになってくるのかな。カリブリスに関しては、すべてのマソコンのすべてのゲージかな。あ、ごめん。技能のマソコンか、ごめん。技能のマソコンのすべてのゲージの増加量をバトル終了までアップ。あ、3ターンか。3ターン 50% アップ。っていう効果。あと、スキルコスト上限 40% か。っていう効果なんでね、カリブリスがね。なので、一応そういったところで、その、使い分け。みたいな形にはなっているので、こっちはあくまで全てのマソコンのスキルポイント増加量だからね、ちょっと違うんだよね、カリブリスと使い勝手が変わってくりますが、まあ相当これでも強いけど、はい、ということなので、まあベルドラもこれは当てておいた方がまあ絶対いいよねっていう感じになってます。はい、でキャラクター特性も強いんだよね、これえぐいなって思うんだよね。敵1体以上 HP50% 以下の場合、ターン開始時味方全体の攻撃力 6% アップという内容になっているんで、基本的にこれ絶対発動するんですよ。まあ本当に 50% 以上の時にワンパンしない限り、ただもう 50% 以上からワンパンできるってことは、敵がもう雑魚だから、雑魚だから、まああえてこういった内容ももはやいらないレベルの雑魚だと思うので、基本的には絶対発動する。特に高難度では一気に 50% 削るなんてことは絶対ないから、そう、確実に発動してくれる。で、さらに内容も強いっていうね、ターン開始時味方全体の攻撃力 6% アップが勝手に発動してくれる。まあ 6% 結構ビビたるものっちゃビビたるものなんだけど、まあこれやっぱ武勇祭とかね、それこそ高難度推奨戦闘力ね、結構高めの、まあ、高難度になってくると、まあこの、ね、ビビたるこの 4%、6% が結構響いてくるんじゃないかなっていう部分もあったりするので、まあかなり優秀だね。めちゃめちゃ強かった。はい。生放送の時はもうちょっとあれだね、上がった、評価が上がりましたね。生放送の時はこの空属性攻撃力が1回しか上がらないものだと思っていたので、まあここに今回無限加算の、追記がされたからね、これ見ただけでもまあ相当強いなっていう感じはあります。はい。ということで長々と語ってきましたが、まとめ、新ガチャ引くべきかどうかっていうお話していきたいなと思います。今回の、まあ、ハーフアニバーサリーのこの魔王流祭に関しては、空前絶後のインフレだね。インフレでぶっ壊れてる。もう仮面の勇者もぶっ壊れてるし、ミリムもぶっ壊れてる。まあ、ベルドラぶっ壊れかと言われれば、まあ、強いけど、この仮面の勇者とミリムほどの衝撃はないけど、ただどっちにしても空属性運用するのであれば、ベルドラももう必須級なんだよね。
この仮面の勇者と、ミリムを同時に使うのであれば、カリブディスよりも絶対ベルドラだろうということを考えると、もう一緒に相対的にベルドラもぶっ壊れになっちゃうんだよね。なので今回のガチャ全キャラ当たり、このガチャスルーして一体何引くのっていうレベルになっちゃってるので、これは持てる石すべて使ってもいいと思うし、最近始めた方とか、まあ、これから始めようかなと思ってる方はもうリセマラしてね、きっちり当てた方がいいんじゃないかなとは思います。はい。でこの動画の後、僕もガチャ動画やりたいと思いますのでね、ご興味ある方はぜひそちらもよろしくお願いします。といったところで今回動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。